いては当たり前体操でおなじみカウカウ。右足を出して左足出すと歩けるということを証明しながら無防備に廊下を進む二人。めっちゃ怖いや。最後はお約束。恐竜が来たら逃げる。当たり前体操。じゃじゃーん。用意されたベッドへ入る。すべてが寝起きドッキリへの序章であることに。彼女たちは全く気づいてはいない。これは分からんな。さあ、ティラノサウルス出撃だ。まずアイドルの寝起きドッキリのお約束、脱いだ服の匂いを嗅ぐ。通常はレポーターが匂いを嗅ぎ抱きしめにんまり。しかしティラノサウルスは服を加え、なぜか放り投げた。さあ、遊びはこれくらいにして、いよいよ寝起きドッキリスタート。何も知らず眠り込むアイドリングのメンバーたち。口闇にそっと顔を近づけてみる。全く気づく気配なし。ではそろそろ起きていただきましょう。いや、怖っ。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 みんながパニックになっている中、一人だけ気づかず眠り続ける朝日奈央。これぐらいで済んだね、よかった。え、何が起きたのか分かんない。起きた瞬間も覚えてないんですけど。出したなんか、鳴き声で起きてパッて見たら、アミが恐竜に食べられた。ね、やだ、ほんとやだ、ほんとにやだ。次はこの美脚、そう、カバチ。ちょっと変わった。